イロードプレーオフステージ1第2戦オリックスバファローズ対ここで打席にはロペスが入ります。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきです。打ちました。大きな打球になった。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁でストップ。ホークス1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット2対0になりました。ホークスなおもチャンスです。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。打順は1番に帰ります。バッター尾形、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ホークスダブルプレーでランナーなくなりました。一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターボックスは5番井上。さあ終盤でこの点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。まずはボールから入りました。ファウルボールです。さてバッターボックスの井上どういうバッターなんでしょうか。まあ、リズムを残す。レフトが取っていった。取ってアウト。三塁タッチはセーフ。ダブルプレーはなりません。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。